シコラックス、またはシコラックスは天皇星の第17衛星である。シコラックスは1997年9月6日にフィリップ・ディー・ニコルソン、ブレッド・ジェイ・グラドマン、ジョセフ・エイ・バーンズ、ジョン・ジェイ・カベラーズによってパロマー山天文台の200インチヘル望遠鏡を用いた観測によって発見された。その際、同じく天皇星の衛星キャリバンも発見されている。 発見は10月31日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1997U2 という仮フ号が与えられている。1986年にロイジャー2号が天皇星をフライバイした際に衛星が発見されて以来11年ぶりの天皇星の新しい衛星の発見であった。その後1999年3月27日に ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、テンペストに登場する人物にちなんで命名され、確定番号、ユーラネス・セブンティンが与えられた。シコラクスという名前は、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、テンペストに登場する怪物、キャリバンの母である、舞台の島の元持ち主の魔女シュコラクスにちなんで、付けられた。なお、題材となったテンペストでは、当のシコラクスは登場しない。息子、 キャリバンや主人公のプロスペロー、彼女に遊兵されていた妖精アリエル等、数人の登場人物のセリフに上がるのみの個人である。天皇星周りの不規則衛星の軌道のアニメーション。マゼンタがシコラクスである。天皇星、シコラクスフランシスコキャリバンステファノートリンキュローチョノのン星の逆光衛星の軌道要素。シコラクスは天皇星から離れた軌道を公転しており、 規則衛星の中で最も遠方を交点するオベロンのさらに20倍以上離れた距離にある。天皇星の時点や規則衛星の交点方向とは逆向きに交点する逆行衛星であり、軌道傾斜角はやや大きく、また軌道離心率もやや大きい軌道を持っている。軌道要素が類似していることから、セティボスとプロスペローと同じ力学的な集団に属していると考えられ、 したがって、これらの衛星は同じ起源を持つ可能性がある。ただし、シコラクスとこれらの二衛星は表面の色がわずかに異なる。天皇星の逆光衛星の軌道要素を示した図では、セティボスとプロスペロとの軌道要素の類似性がわかる。図は、円の半径方向の軸が軌道長半径、角度方向は軌道傾斜角を示している。近点と円辺は、 横線で表されており、この長さが軌道離心率の大きさに対応する。また、円の大きさは衛星の質量に対応している。スピッツァー宇宙望遠鏡とハーシェル宇宙望遠鏡を用いた衛星の熱放射の観測データに基づき、シコラクスの直径は 165km と測定されている。天皇星の不規則衛星の中では最も大きく内側を後転する。 衛星パックや木星の不規則衛星の中で最も大きいヒマリアに匹敵する。シコラクスの色指数の観測は複数あり B、V イコール0.87、V、R イコール0.44とするもの B、V イコール0.78プラスマイナス0.02、V、R イコール0.62プラスマイナス0.01とするもの B、 V=0.839 プラスマイナス 0.014?V=R=0.531 プラスマイナス0.005とするものがあるが、いずれも可視光スペクトルは淡い赤色を示す。これは、ヒマリアよりは赤いが、大部分のカイパーベルト天体ほどは赤くない。軌道要素が近いセティボスとプロスペローは灰色を示しており、シコラクスとは異なる特徴を持つ。 シコラクスの可視光から近赤外線にかけてのスペクトルは不明な点が多く様々な表面蘇成を仮定したモデルと比較して0.8メートルでは反射率がモデルより高く1.25メートルでは低いことが指摘されている。また可視光でのスペクトルはケンタウルス属や太陽系外縁天体に見られる特徴に似ているが 1M よりも長波長の 近赤外線領域では平坦なスペクトルを示す。シコラックスの時点周期はおよそ3.6時間と推定されている。衛星の時点により可視光での明るさに周期的な変動が発生しており、その振幅は0.07等級である。シコラックスは天皇母子形成直後に存在した荒着円盤の中で形成されたのではなく、捕獲によって衛星になったと考えられている。 実際の捕獲機構は明らかになっていないものの、天体が衛星を捕獲するためには何らかの過程によるエネルギーの散逸が必要である。考えられる捕獲過程としては、原子惑星系円盤内でのガス摩擦、多体相後作用によるもの、天王星の質量が急速に増加している間の捕獲が挙げられている。 ありがとうございます。